はい、静止画かと思いましたか。藤井陽平のようチャンネルです。はい、はい、今日はこれ、じゃじゃん、コミュタン福島。これ福島県環境創造センター、このフリマに10月6日参加しようかなって思っております。私自身メルカリ結構マニアでして、まあ月間、まあ小遣い稼ぎ程度に稼いでいるわけなので、メルカリの商品みたいなのをちょっと持って参戦してみようかなと思っております。まあ福島、まあ前にも話したんですが、自分自身ありがとう福島っていう思い、福島の現場監督やらせていただいた時に、福島あの地に降り立った瞬間、ナーバンプレートが全部福島、あの時に自分自身震え上がった視神感、なんとも言えない鳥肌、あれもう本当に自分自身仙台でも毎回こうありがとう福島っていう思い、あとあの 3.11 何もできなかった自分、復興に対してのまあ憤り、何もできない、なんで動けないとか、そういったところをあの地に降り立って復興という思いにかけられた時は、本当に自分自身まあ感動って言ったら変だけど、また感動をもらって、本当にますますありがとう福島っていう思い、本当に良かったなって自分自身思っております。そこにまたフリーマーケットで参戦っていうことで、まあなんかまあ東北つながりっていうものあるので、このようチャンネル見てる方いらっしゃったら、ぜひ藤井陽平お会いしに来てください。はい、あとはまあ最近で言いますと、まあラジオとかの、あと仏教か、そういった活動は自分自身まあ並行してやらせていただいておりまして、これといった活動は特にしてないかなと思いますね。ただこうありきたりのこう平凡な日常、やっぱ釈迦も説くように中庸、何事もほどほどにいい加減、この塩梅で、まあ、自分自身のマイロードをこうまあ駆け抜けていくって言ったら変だけど、点と点を結びつけて、過去との経験とかっていうのを結びつけて、こう何か、新しいものがこう生まれたりすればいいなってちょっと思ったりはしていたり、あと自分のパラダイムシフトをチェンジしてみたりして、自分のまあ理念だったり、まあ信念、あとはその原則っていうものをもう一回ちょっと見直したりはしてみたいと思っております。はい、それではそのフリマ、ぜひお会いしに来てください。またね。